街に出てきた。今から銀行行って郵便局行って、そんでその後管理しようかなと思って街に出てきました。で今銀行行ってきたらめっちゃ並んでて、まあとりあえず並んでやって、でも郵便局もめっちゃ並んでたから郵便局は諦めた。今日ご飯ベランダ？うん。今カヌー終わって今から家に戻る。ただいま。今日はなんか朝からふみが料理してくれてて、粒キムチ、豆腐キムチを食べる。豆腐キムチ、あと味付け海苔と、いや素敵。もう朝起きたらもうね料理できてたんだよ、昼ご飯が。あれなんか、あとコスコで買った海藻サラダすごいね。もうこんなんさ、ジャパレスが頼んだらさ、この一つかみで 3ドル50とかで。あの味、うん、甘いね。本当でもこんなまた夏ではないけどさ、夏ほど暖かくないけどさ、またこうなんかもうこのまま秋になっちゃうかと思ったけど、またぶり返すとは思わなかった。夏がちょっと遅かった分そのまんま、うん、伸ばしてくれて、感謝した。ホミンがおかわりを襲ってきてくれた。あとこれもすごい、もう一皿来たよ。バナナ、結構今冷蔵庫たくさん多様なあるね、あのコストコパワーはすごい、やっぱりやっぱお惣菜は1個2個しか買えないよ。これあれだよ。うん、わかる。すごい昔買ったの。うん、わかる。やっとピリッと帰れたの。うん。お腹いっぱい。まあ、ご飯たくさん食べて出てきた。車で出かけてきた。今からガソリン入れてドライブに行きます。トイレ休憩、もう全部寝ちゃってた。もうだってさ、ガソリン入れたさところでもう眠くなって寝ちゃってたもん私。いつもトイレ休憩してる場所だけど、ここにもこんなに綺麗な、勝手に人工と思ってるけど人工じゃないかもしれないけど池がある。確かここは泳げるんだよね、あの夏暖かい日は。ここも相当いいよ、気持ちいい。めっちゃ綺麗、あの人プカプカ浮いてさ、飲み物飲んで良さそう。今日本当になんかさ、
半袖で入れるけど暑くないっていう、ちょうどいい気温だよね。またこっちもこっちで綺麗だよね、白濁系。こっちちょっといつも休憩、トイレ休憩しか言わないけど、一応なんかちっちゃい街になってて何人があるか気になったから。こっちはプライベートだからこっちに行けってことじゃない？うん、だからちょっとうろちょろ。最近なんかね、ここら辺のホテルがインスタにね、広告がめっちゃ載ってくるんだよ。でもそれがどのホテルかもよくわかんないしね。すごいちっちゃ、なんか奥なんだろう、あれすごい小学校とかみたいに見えるか、建物的に。奥は違うかな、なんか奥小学校とかにみたいに見えない。ていうか、なんかすごい建物がめっちゃ学校っぽくない？これねえ、学校っぽくない？あ、ほらね、こんな遊具とかあったり。なんだろうこれ、これがセカンドストリートだってなんか私ね、こうまっすぐ行ってこっち側のリカーストアでビールを昔買った記憶がある。やっぱあそこレストランだと思う。このレストラン入ったことある気がする。あ、でもロッチって書いてある。ロッチの中のレストランだと思った。あ、そういうこと書いてあった。コーヒー、ランチ、アイスクリーム、ビール、ディナー、デザートって書いてある、うん、あ、ここも景色いいね。あ、これか、さっきインって見えたとこ、これじゃん。やだだ、ここすごい可愛かったレストラン、うん、なんかここはホテルだ。一回ご飯食べに来たことある、ここに。ここはなんかそのホテルの横にあるベンチすごいいいじゃん。あ、ちょっとここ歩けたり。あ、いいじゃん。今度なご飯食べに来ようよ、ここ。外の席もいいじゃん。まあちょっとレイクの前の席に今劣るけど、まあちょっと裏って感じだけどね。建物なんか裏に作ったみたいな感じだけどね、無理やり。線路が見えて、山が見えて、すごい。ここら辺だからゲストハウスがすごい、表めっちゃたくさんあった、知らなかった。もう家が3軒に2軒ぐらいゲストハウスだね。ゲストハウスかホテル。ホテルはでもほんとちっちゃい着物ばっかりだね。そう、なんかそういうチェーンとかじゃなくて個人でやってるような。ここが小学校に見えて仕方ないんだけど、そのようには書いてないんだけど、そうなのかね、やっぱりね。どうも、格好があるわけじゃないな、多分。昔格好で使ってたやつが多分今分からんもん。ああ、そうかね。ここに学生とか子供とか子供はいるんじゃない？だって住んでる人たちの子供いるでしょ。義務教育だからさ、一応。あとで調べてみるわ。じゃあ、綺麗だね。綺麗。泳いでる人いる今日。まだ5時半？だって朝からさ、最近さ、なんか山登ったりしてんだもん、ハミ。今日も登ってるから。足の状態が結構。だから夜も必要かもしれない。ん？今日も夜。ぐっすり。うん。楽しかった。本当ちょっとあのプラって見るためだけのためにさ、ホミング1時間も運転してくれてさ、なんかそれでよかったのかなっていう気はするんだけど。大丈夫ですか？ちょっと眠い。ちょっと眠い？私運転しようか？あ、トイレ行こう、トイレ行こうか。また今湖行った後で、また今ここトイレ休憩寄って、でもめっちゃ天気良くてもったいないから、ちょっとここら辺でゆっくりしてから帰ることにした。
めっちゃ平和だね。やっぱすごくいいけど、ここさ、やっぱハイウェイの車の音が気になるね、少し。戻ってきた、うちの方に。まあ7時ぐらい。